はい、皆さんこんにちは、みそらぎです。今日はね、はい、川崎プラザ北九州さんにね来ました。大型二輪の免許をね取りましたっていうご報告動画の時に最後にね北九州さんに来た動画で終わってたと思うんですけど、その続きでございます。はい、ということでね、今川崎プラザさんを出ました。まあ、何しに行ったのっていう話ですけども、もう先に言っときます。バイクの契約ではないですので、ご了承ください。おお、これやめて。はい、契約ではございません。何しにじゃあ行ったのっていう話なんですけども、ね、川崎プラザ北九州さん、いつもね、お世話になってるところなので、まあ、大型免許を取ってきましたっていうね、ご報告も兼ねて、で、僕が大型乗るとしたら、絶対乗るであろう、ZX6R の、お話をね、ちょっといろいろ聞いてきました。ということでね、はい、今ちょっと出て帰ります。これから小倉ですね、久しぶりの小倉ですね。まあ、川崎プラザさんに伺いまして、何をしてきたかと言いますと、ZX6R のカタログをねいただいてきました。はい、カタログをいただいて、現在のその納車状況とか、まあどういう感じになったのかとかね、まあそういうお話をね、させてもらいに行ってきました。いろんなお話聞けてね、時間があっという間に過ぎました。楽しかったですね。はい、で、まあ、ZX6R だけだと、まあ、ちょっとね、あれなんでと思って、実は、他にもね、カタログをいただいてまいりました。全部でね、4台分のカタログをいただいてまいりました。これは、もろに、僕がね、もし大型に乗るならばというね、候補の、4台です。川崎だけで4台ですね。で、その4台何かと。いう話なんですけど、まず ZX6R、ZX10R、そして忍者1000、そして最後が Z900RS ですね。この4台のカタログをいただいてまいりました。はい。まあ、1台ずつちょっとね、お話ししましょう。6R はね、もう今更言うこともない、僕が一番乗りたいと思ってる大型バイクですね。まあこちらの、今度ね、出ますんで、2022年バージョンですかね。まあそれのカタログと。で、6R から、じゃあなんで、10R も候補なのっていう話なんですけど、10R はですね、なんで候補かと言いますと、僕がね、ここ数年、腰痛に悩んでおります。腰痛に悩んでおります。もうおっさんですよ。言ってることがおっさんなんですけれども、腰痛に悩んでおりまして、聞く話によると、6R の方が前傾姿勢きついらしいんですね。10R より。なので、まあ少し乗りやすいのかなという単純な理由ですね。あとは、まあ、ちょっと値段的にも、まあ、少しアップはするんですけど、なんかいろいろと、なんていうのかな、セーフティーパックじゃなくて、なんていうんだろう、メンテナンスパックか、メンテナンスパックっていうのにも最初から入っているような状態らしくて、まあ、いろいろついてて、割とコスパはいいんじゃないかっていうことでね、プラザの人にね、紹介してもらったんですよね、10R もいいですよみたいな感じで、はい、で、まあ、お話聞いてて、あ、じゃあ、ちょっとカタログ一緒にいただけますかっつってもらいました。まあ、腰痛の具合次第です腰痛の具合次第、はい。そして忍者1000、これ忍者1000なんですけども、実際にあの忍者1000に乗ってる方がね、うちの僕の動画を見てくださってる方にもやっぱ何人もいらっしゃいまして、まああと他の元ブロガーさんとかの紹介動画とか見てると、忍者1000がすごく優秀であるという印象を受けたんですね。すごく乗りやすいと。車重はあるけど走り出したらめちゃくちゃ乗りやすいみたいな、パタパタとよく倒れるしという感じで、さすが忍者のお兄ちゃんですよねという印象を受けましたので、まあ、忍者1000も一応候補に挙げさせていただきました。で、今回、お気づきだと思うんですが、2気筒のバイクが、候補に上がってませんということで、忍者650と、それと Z650、これがね、候補から外れました。はい、まあ、外れましたって言っても別にね、買わないと決まったわけではないんですけれども、今回はちょっとね、カタログからは外し、もらうカタログからは外しましたという感じです。で、最後に、Z900RS。これはね、Z900RS は初めてのね、その候補でネイキッドですよね。ネイキッドでのそのバイクに興味が持った初めてのバイクですね、これ。まあ、いくつか理由があるんですけど、一つはさっき言った腰痛ですね。腰痛の問題。250R、僕はこの ZX250R は今のところはもう、乗り換える気はないということなので、増車という形になりますね。もし大型をもう一台買うとしても。なので、こいつでもう腰痛は十分だと。
腰痛になるのはこいつで十分だという判断のもと、だったらまあその楽に乗れるということで大型、そして大人気の Z900RS どうだろうということで、 Z シリーズもね個人的にはいいなと思ってたので、まあいいかなと。あの Z125 プロに乗ったこともね結構大きくて、あ Z シリーズあーかっこいいなみたいな、まあ一応もねあれもね Z シリーズですから、はい、ということで Z900RS にしました。候補は4台というわけではないんですけど、とりあえず川崎からはこの4台が候補と。あとは興味があるのがヤマハの MT-07、MT-09、この2台ですね、ヤマハで言うと。あとはちょっと R6 にも少し興味があります。結局僕が忍者400に決めた時に、あ、事故るぞ、おお、危な、ふう、すごい勢いで来たし見てなかったし、 R6、まあ R25 とか R300 でしたっけ、あの辺もね最終候補にあったんですよ。忍者400、忍者シリーズか、まあヤマハの R シリーズかっていう、ね、最終候補の1個前ぐらいまで、ね、言ってたんで、まあ R6 にも興味があります。で R1000、 R1 ですか、 R1 が非常にいいバイクと、あの速いとよく聞きますんで、まあその弟分というか R6 もね、あいいバイクなんだろうなという感じで、はい、考えてるので、それは一つの候補になってます。とりあえず他社に関しては、他社って言うと悪いけど他の、ね、メーカーの、ね、市場とかあのそういうのに関してはまた別の機会にということで、今回は川崎から4台候補を挙げてカタログをもらってきました。でいろんなお話聞いてですね、まあ、試乗ができるのかとか、まあ、レンタルがどういうレンタルがあるのかとか、そういうお話聞いてね、あと他にもねちょっと動画では話せないんですけども、面白い話を聞いたりとかね、これはねびっくりし、ちょっとあの今日一びっくりしたお話をね聞きましたけど、これ残念ながら言わないでくださいと言われたので、これはねちょっと教えていけません、はいはい、まあまあそんな感じでねお話を聞いてまいりました。いやーでも大型ね、実は今日その大型免許を更新したばかりで、今更新した帰りなんですよね。帰りにちょっとプラザさんによって、カタログをいただいて帰ったと。でまあちゃんとお伝えしてね、まずすぐ焦って買うつもりはないので、まあ、ゆっくり考えてね、今のその候補の中から変えたらいいなという感じで考えてますみたいな感じでね言ってきました。はい、相変わらず神対応してくださるね、本当に、はい、1人メガニックの人がいなくなってましたけど辞めたみたいですね、はい、まあそれはいいですけど、はい、まあそんな感じでね、カタログもらってきました。これから僕はまあ大型免許を取りましたので、基本的にレンタルを中心に大型バイクにね乗っていこうかなと。まあ、レンタルもねまあまあお金かかりますから、まあ、そんなにポン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 僕は乗れないですけど、まあねお金に余裕があって、でなおかつ機運が高まってる時にね、大型乗ってまあいろいろデビューしたりとかしたいなと思ってます。ということでね、今日は大型免許を取得してこれから帰ります。家に帰り着くまでが大型免許意味不明なこと言ってますけども、ゆっくりね安全に帰りたいと思います。大型バイクの話もねまた動画撮りたいなと思いますので、その時はねよろしくお願いいたします。以上水ネギでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。